河合孝則君。国民民主党新緑風会の河合でございます。今日もよろしくお願いします。 本日も外国人労働者を取り巻くさまざまな諸課題についてということでご質問させていただきたいと思いますが、たくさん質問を作らせていただいて、多分最後までいかなくなってしまう可能性が高いので、えー、と今日私のためだけに来ていただいている小林審議官の方から、2番のほうの質問から先に進め始めさせていただきたいと思います。これまで総論でいろいろ質問させていただいてまいりましたが、今度はちょっと格論で深掘りをして、実態について、 いいいとと質疑させてたただきたいと思いますまず、上川法務大臣に確認をさせていただきたいんですが、法務大臣として現在、自治体において取り組まれている外国人労働者に対する相談窓口の整備状況について、大臣としてどのようにご認識されているのかという現状認識を教えていいいたただきたいと思います上川法務大臣。 さまざまな困りごと、またご相談を抱えた外国人の方々に対しましては、あの生活の一番身近な地方自治体のそうした中で対応していくということ、これは極めて重要なことだと考えております、しかも多言語では対応していただくということ、これが重要であるということでございます。 このその意味では、地方公共団体が相談窓口をしっかりと設けていただくということが、まあ、有益な取り組みとして考えられるところでございまして、まあ、法務省におきましては、外国人受け入れ環境整備交付金によりまして、地方公共団体による一元的相談窓口の設置、運営を支援をしているところでございます。交付金は日本語を含みます11言語以上での情報提供および相談対応を行うことを条件としておりまして、 各窓口では、多言語での対応が可能な体制を整備をしていただいているところでございます。交付決定を受けまして、一元的相談窓口を開設、運営している地方公共団体でございますが、令和元年度末時点でありますが、139団体となっております。例えば、福岡県の一元的相談窓口は19時まで開設しておりますし、浜松の一元的相談窓口は、 土日、祝日も相談等に応じる、そうした取り組みを行っております。では、2年度は197の地方公共団体に対しまして、交付決定をしているところでございます。こうしたあの外国人の受け入れ環境、整備交付金による支援、 この継続は元よりでございますが、またフレスクというの組織、これまでもあのご紹介をしてまいりましたけれども、そうしたところで一元的に情報を、さまざまな情報を集約しながらい、いい事例を地方公共団体にも提供するなどして、全国でユニバーサルにサービスができるようにしていくという体制整備に全力で取り組んでまいりたいと思っております河井貴則君。 はいいありがとうございます、まあ、法務省として、お、えー、取り組みを進めていただいているということは、今の大臣のご答弁であの理解いたしました。そこで、えー、厚生労働省さんの方に確認をさせていただきたいと思いますが、えー、現時点での全国都道府県労働局、並びに、えー、労働基準監督署の中で、えー、外国人への、えー、多言語での労働相談の対応ができる窓口というのは、どのぐらい整備されているんでしょうか、現在の進捗状況をお願いします。 厚生労働省大臣官房小林審議官お答え申し上げます厚生労働省におきましては地域ごとの外国人の在住状況等を踏まえまして一部の労働局監督署に外国人労働者相談コーナーを設置をするとともに外国語で相談に対応できる相談員を配置しているところでございますそこであの労働条件に係る相談対応を行っております 相談コーナーの設置数でございますけれども、平成30年度に33箇所、令和元年度に63か所、令和3年度に68か所、68か所と増やしてきているところでございます。また、相談コーナーに来ることができない方、近隣の相談コーナーで母国語による相談をできない方のため、外国人労働者向け相談ダイヤルを設置して対応しているところでございます。 川井貴則君、はいあのえー、少しずつ増えているということについては、今の、えー、とご答弁で分かったわけなんですが、実は都道府県の労働局、全部で47あるわけでありまして、同時に、えー、実は全国に労働基準監督署ですよね、これが321箇所あります。えー、つまり、えー、この 厚生労働省の地方の出先機関が、これだけで370箇所ほどある、69箇所ということになるわけでありまして、そのうち68箇所に何らかの形の相談窓口が設置されているということであって、つまりは2割行ってないというのが今の状況ということです。 現状のこの多言語相談窓口の設置状況についの進捗状況について、厚生労働省としてどのようにお考えなのかをお答え申し上げます、外国人の労働者相談コーナーにつきましては、多言語化を進めてきている状況でございまして、 えー、平成30年度に6言語元年度に8言語それから令和2年度に 言語平成30年に6言語、元年度に8言語に拡充し、令和2年度にはさらに5言語を加えて、現在 13, 13言語について可能となってございます、また先ほど申し上げました、外国人労働者向けの相談ダイヤルを設置をして、こちらは全国どこからでも対応できるんですけれども、こちらでも13言語、対応できる体制を整備しておるところでございます。 今申し上げましたようにあの外国人労働者相談コーナーについてこれまで対応言語数の拡充それから設置数の増加に努めてまいりました。またあの 相談コーナーに来ることができない方や、母国語による、近隣で母国語による相談をできない方については、全国どこからでも相談が可能な外国人労働者向けの相談ダイヤル、これを設置して対応し,たところで対応してきたところでございます。今後ととも地域ごのの外外国国人人在住状況を踏まえつつ外国人労働者相談コーナーナ 適切外国人労働者相談コーナー、それからあの、えー、相談ダイヤル、こちらをまあ適切に運営して、えー、外国人労働者の方々に対し、支援を行ってまいりたいというふうに考えてございます川合貴則君、はいあのあの。総論の部分を聞いてるわけじゃなくて、閣論の話してるんで、あのそこのこところを踏まえて、簡潔に、すみません、読んでおいて簡潔にというのも失礼な話ですが、よろしくお願いします。あの <laughs> 今あの一般論としてそういう説明していただいたんですけど実際、調べてみましたところ、多言語対応できる窓口なんてほとんどないですよね、要はポルトガル語が2年前のこれデータなんで、その後どうなっているか分かりませんが、ポルトガル語が対応できるところが19箇所、まあ、ブラジル人の労働者が多い場所ですねあの、いわゆる群馬県ですとか静岡ですとか。 で英語が対応できるところが15箇所、中国語13箇所、スペイン語9箇所といったような形になっているんです。だから、えっと、多言語と言いながらも、えー、極めて限られた言語での対応しかできないような整備状況にしか今、まだなっていないというのが現実だということなんです。 で何かあったら、えーと、相談ダイヤルがありますという話ありますけれども、実際、その NTT 回線使った <laughs> ダイヤル相談で、どれだけの人たちが相談にアクセス、窓口にアクセスできるのかという話になったときに、それが有効に機能しているかどうかということも、実際、検証はされてませんよね、数は把握はされてるんだろうと思いますけれども、で私あの、やってないと言ってる話じゃなくて、なぜ、あの要は、 法務省としては、多言語対応ということで交付金まで出して取り組みをしていただいていることに対して、厚生労働省の都道府県の窓口、労働基準監督署で、その取り組みが速やかに進んでいないのかという。 外国人労働者の方がこれだけ急速に増えてきているのであれば、それに対応できるだけの相談窓口が必要だという認識を厚生労働省としてお持ちになっているのかということが問われているということを指摘をさせていただいているということをご理解いただきたいと思います。あのこれ以上踏み込んだ話は田村厚生労働大臣と多分させていただかなければいけないと思いますので、答弁は求めませんけれども、あのお願いしたいのは、 それぞれの相談窓口でどれ、どういう言語での相談窓口の対応ができているのかということを、ぜひ速やかにお調べいただきたいと思います。コロナ対応があって、皆さんも大変だと思いますけど、その多言語対応が実際、それ,それぞれの地域でどう対,あの対応できているのかという言語ごとにぜ、ぜひ調べていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 えとすいませんあの、こちらの方の質問はこれで終わらせていただきたいと思います。えー、次にあの、1番目の質問に戻らせていただきたいと思いますがあの、いわゆる外国人技能実習制度に関しては、管理団体ですとか、送り出し先機関の問題ですとか、えー、研修実習実施企業の問題ですとか、さまざまなステークホルダーに関わる問題というのが指摘されておりますけどえど、ー、と本日はその中で、この、 研修や技能実習を適正に実施する上で、その妨げとなるような不正行為について、法務省として調査をされているというふうに伺っておりますが、えっと、近年のこの不正行為の実態について、まず上川法務大臣のご認識をお聞かせいただきたいと思います上川法務大臣。 この技能実習制度でございますが、この技能等の移転を通じた国際貢献、これが最大の目的の制度でございます。まあ、その意味であの、多くの技能実習生の方々、まあ、実習を全うされて、母国等でご活用されている方々がたくさんいらっしゃるということを承知しております。しかしながら、まあ、一部の受け入れ企業等におきましては、この制度の趣旨が必ずしも十分に理解されず、労働関係法令違反等の問題、 また技能実習生等が、まあ、実失踪してしまうと、こういった問題が、まあ、生じているということは、まあ、事実でございまして、大変重く受け止めているところでございます。あのご指摘いただきました不適正事,、えー、事案につきましては、えー、平成29年施行されました技能実習法に基づきまして、この外国人技能実習機構が受け入れ企業等に対する実地検査、また技能実習生からの 母国語相談対応等を行うなどして、まあ、制度の適正化はや、また技能実習生の保護の取り組みを進めてきたところでございます。また、受け入れ企業等の適正事案に対しましては、外国人技能実習機構が指導勧告、指導勧告を行い、事案の内容に応じまして、主務大臣等において、この技能実習計画の認定の取り消し等を行うことによりまして、 技能実習制度の適正化を図っているところでございます厚生労働省及びこの外国人技能実習機構ともしっかりと連携をしこの技能実習法の趣旨に沿った適正なものとなる制度が活用されるよう引き続き適正化に努めてまいりたいというふうに思います河井孝則君、はい、ありがとうございますえっと入管庁の方に今度は毎回すみませんよろしくお願いします えとこの不正行為の件数については、不正行為ということで、平成30年まで、えー、集約した資料、広報用の資料を作りになられているんですが、ここ近年、まああの、減少傾向にあるという数字が、この資料から読み取れるということなんですが、この不正行為の件数や、えー、不正行為の把握の方法というものを具体的に入管庁さんとしてどのように、えー、把握していらっしゃるのかをお教えください。出入国在留管理庁松本次長 えっとまず件数そのものでございますが平成29年11月1日から令和3年3月26日のまでの間に 管理団体の管理許可を取り消しましたのが18件、実習実施者の実習計画認定を取り消したものが108件となっております、でその不正の把握の方法でございますが、基本的には外国人技能実習機構におきまして、あるいは緊急性を要するような場合には、当庁の地方入管局が直接、管理団体や実習実施者に対する自治検査等を行って、 そこの中での把握というのがございますさらには技能実習生からの相談申告等が技能実習機構が受け付けておりましてその中で不正事案を把握するというケースもございます以上でございます河合孝則君 あの3ヶ月おきに、えー、管理団体から、えー、もしくは、えー実,施えー、実習実施企業の方から、まあ、報告なんかを受け付けてということで、えー、伺っておったんですけど、受け身で報告を受けて、その報告に基づいて、えー、把握しているだけではなく、えーあの、技能実習生、当事者からの相談を踏まえて対応していることもあるということ、そういう理解でよろしいですか松本次長。 えー、まずちょっと数字から申し上げますと、えー、技能実習機構に対しましての、えー、と相談件数、申告件数はあの平成31年度、令和元年度でございますが、相談件数は7452件ございます、えー、さらに、えー、申告件数あの、不正な取扱い等が行われているというものが申告件数でございますが、えー、平成31年度、令和元年度が133件ございます。まあ、そのようなな,そのような点が端緒となって 実地検査等を行うケースもございます河井貴則君あの。そうした不正、あやっぱり終わってしまった、えー、これ以上しゃべると時間がかかってしまいますので、残、えー、残余の質問は次回に回すことにいたしまして、私の質問終わります。ありがとうございました 山添拓君